アジアキャンプ切り抜き宇治原さん2000円スタートしていくよ。続いてパンティーよパンティーさん6100円で、おおパンティー黙れお前うわうわパンティーをこうやってこうやってキュン初めて正解出てんじゃねえか、この会社。続いて、寿司三昧さん5000円。銭湯に行き、イカ爪のおじさんの横で、ポコチンブンマシ太郎さん、タコ殴りです。誰だよ、それ。いねえだろ、そんなやつ。で、名前に合わせて、寿司三昧やんなくていいんすよ。好きだなんて。勇気あんねえ。やってない。やってない。名前のおじさん。先生、イカ爪のおじさんの横で、ポコチンブンマシってないの、この太郎さん。昔泣いてないの、岡村と銭湯に行った時に、うん、あの人、血気がすごいからさ、はい、その後ろをさ、ちゃんと絵の入ったおじさんが通った時に、そのおじさんが岡村のケツを見て、おぉって言った。なんだこの話すごすぎて。ずーっとケツの話してんじゃねえかよ。猫挟んでると思って。銭湯で猫挟んでるやつが何用にだよ、それ。それぐらいすごかったもん。続いて、カレーパスタさん5000円。とどろきさんの大好きな、アーノルド・シュワルツ。あ、そ、ツまで言っちゃダメなんだよ。アーノルド・シュワル？ってねえか。何の授業だよ。筋肉のやつじゃん。あ、そうですけど。確かに、妻で言っちゃダメですね。そうだよ。いや、めちゃくちゃ面白いけど、誰が教えてんだよ、って言って。でも、ああ実際、ルミネの本番で、本人が妻で言ったことあったんだよ。うん、どう切り抜けたんだよ。全員が言っちゃったって。天才じゃないですか。天才続いて、b b o y ゲームさん50レアル。これブラジルから送ってきてますね、こいつは。久しぶりにクズの二人を見れて嬉しいです。俺ギター弾けねえわ。山口さんじゃないわ、俺。全然違う。本当に全然違うよね。全然違う。ガリガリだし。何のゲームもないですから、俺。グッサンはさ、うん、触ってみたら分かるんだけど、うん、背中がさ、サイと同じ硬さ。そんなわけない。そんなわけない。これ、本当だもん。死なないじゃないですか。死なないんだよ。後ろからグサーってされても。皮膚感が、うん、サイと一緒なんだよ。なわけない。動物の中でもトップだから。もしかして、会った時に触らせてもらってみな、うん。マジだから、これ。お前ちょっと半年前ドラマで共演してたよ、グッサンね。羽根巻さんと。触ってみな、うん。サイと一緒だから。多分あいつ人類最強だよ。続いて、ディンマさん6100円。5000円高い。ワンナイ時代は、宇治原さん何歳？パッと出てこねえわ。マジで何歳なんだ？何年前ですか？ 20 年ぐらい前か。じゃあ、中学生か小6ぐらいですね。そんなもんか。はい。なんか、変な感じだった。うるせえ。なんだ変な感じって。おいよ、大先輩なのに。関係ねえんだよ、今日は。続いて、MI さん6100円。こんばんは。二人とも、今日も元気で何より、いつも元気ないみたいに言うな、お前。元気は、俺はね。本当だよ。心配するぐらいないわ、いつも。アマさん6100円。今日初めて将軍バーガー食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。普通のファン来んな。普通だね。普通のファンが来て。日本一だったからね。そう、日本一になって。今日だってこれ世界一行くかもしれないってことで、ちょっと。いや、ごめんなさい。今のところ行かないですよ、この人。なんだよ、これ。ペース上げていきましょう。続いて、タムケンさん6100円。藤井、へそプリンしながら、マジ切れ生配信して、思い切って言うけど、クソ動画じゃねえか。おい、やめろ路頭に迷ってた時の、一番最初のやつだろ。後輩芸人があれ見て、本当に今、無我夢中なんだろうなっていう、その、がむしゃらにやるしかないんだろうなって。でもさ、藤井、マジでやってみな。めっちゃくちゃ難しいから。あれ一発で決めたのはちょっと、僕の中では自信ない。いや、すごいけど、そんなとこ見てない、誰も。続いて、ドドドさん6100円。リデン、リデン、悩める頭皮にリデンを。これ CM のちょっとメロディーわかん、こんな、リデン、リデン、悩める頭皮に、リデンを、だね。うん、懐かしい雰囲気、刺すなって。違う、懐かしい方じゃないんだよ。え、何なんですか、これ。今の、やってるやつだから。薄毛でいくら稼いでるんですか。薄毛によって昔のはあれでしょ、ツーカルフででしょ。ああ、そう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 。今リーデンさんハゲようかな。そんな仕事来るなら。じゃあ続いて、ハッピーボーイさん6100円。ハラトドロキさんに気を使いすぎてキャラ変わってるぞ。うるせえ。当たり前だろ。普段もっとすごい。普段はもっとボロクソ言ってますけど、多分今日俺がちょっとこうリスペクトが出ちゃってるんで、それを言ってる。いいよ、気にしないで僕のことなんて。え、気にしないと嫌がるでしょ、それはそれで。まあ、ひどすぎると、やるな気分。見つけねえとな、LINE を。続いて、ツッツーさん6100円。さあ、立ち上がれおティンポたちよスカルプ D でティンゲに優しく何やってるんですか。正式に怒られんぜ、こっちが。そうだよ。
ギリよ、ギリ俺がやって OK だわ。契約終わってるとは言え、来られんぞ。そうだよ、感情は魚でするだろ。そうだね。エンジェルさん6100円、月収の70分の1です。トドロクさんの出演料の足しにしてやってください。この人奇跡だけど無料で出てんだよ今日。そうだぞ。そうだよ、これでもらったらこれだけだ。これはね、これは予想外だけど。続いてキャンベルさん6100円、へそプリン、お、面白かったですよ。あは、あはははは、気使ってなでめよ。ふざけんなお前。お前が気使ってることを知らせたせいで今度俺が気使わなきゃいけないだろ。そうよ。ふざけんなお前。現場盛り上がってたの。うん。あと一回関係ないこと言うけど、6000人見てるぞ今日。すごい、すごい、すごい。いつも800人とか。すごい、とんでもないパワーだね、本当に。本当に、後でちゃんとお礼言います。続いて、大海賊団さん5000円。キャン玉をペッタペッタン、ペッタペッタン、ペッタペッタン、ペッタペッタン。なんでもありじゃねえぞお前。これでしょ、こ、教えたよ。こっちペッタペッタしてたら、ああ、はいはいはい、3回目ぐらいでお腹が痛くなるんだ、うん、そういうことじゃないだ。俺もなんか轟さんの把握してないみたいで気まずいだろ。いやマジで見てたよ、抜け落ちがあるじゃないですか、20年前だ。これは轟さんじゃないんだよ、これはクズの方なんだよ。クズ、ああー、はいはい、分かりづらいわ。ムーンライトでしょ。分かりづらい、そういうことか、そういうことか、聞いてたわ。続いて、空気丸飲み財門さん5000円、轟五郎さん、あーん、がっつり向いて、もうここまで言っちゃったけど違うから。違う、僕、違う、とどろき五郎じゃないか、うん、違いますよね、そういうのがいたんで、もうこれ無視してください。でも向いた方がいいの。いいですよ。そいつも向いてないから。お願いをされたから。いや、お願いされ、お願いされてこんなことになってんだから今、いろんなお願い断れず全部お願い OK しちゃうから。あ、今俺しかないみたいな崩壊する人のやつだ。ゆきさん70ドル、間に合った。なんか面白いことを言いました。ずーっと言ってるわ。頑張ってる。面白いことしか言ってねえわ。なんだよ、誰だと思ってんだ本当に。急に面白くないのなんでこいつの味方するんですか、俺がフォローしたのに。続いて、バナナさん6100円、トドルキさん、またクズ歌って、めっさ好きやったんすよ。武勇伝、武勇伝、武勇伝伝伝伝伝、レッツゴー。おばあちゃんかっこいい、なんだおてめえこれ。そうだろ。おい、そっちじゃねえんだよ。全然違えだろお前。返しろよ。続いて、山内健吾さん6100円、本当に面白い時の笑い声ですね。お前何が言ってんだお前。いつも本当に笑ってます。普段そうなの。いつも本当に笑ってんすよ。僕たちがいない時のやつ見た時なんだけど、僕今はさ、こうやってあの目細めたってると、いつもは、ハハハハハ、見ないとなって。あれ嘘、あれ嘘だよね。確かに、本当に楽しい時の笑顔ってこれだったんだと思いましたよ。続いて、高木さん5000円、大河ドラマで北条義盛様に胸をときめかせておりました。今お伝えできて、夢みたいに幸せです。ありがとうございます。ちょっとこれ、すごい人とやってるぞ俺今。大河ドラマ出てた人横座って。で1個前でクズで紅白アーティストのことも気づかされて、でワンナイにも出てる、頂点じゃん。渡部篤郎さんとお二人のシーンいっぱいあったもん、うん、あんまり萎縮するから過去のこの素晴らしい功績を過去な、俺が萎縮しちゃうから本当に。続いてカレーパスタさん5000円、フージーの気合入ってテンション上がってる感じ嫌いじゃないよ。でも轟さんに押されてんな。負けないように応援してる。勝てるわけないだろ。言っとくぞ、轟さんが今だいぶ疲れてる。感じてるわ。感じてるわ。最初の1球は完全に気を失せました。続いて、チャミスルさん1万2000円。こんばんは、蛍原さんじゃなくて宇治原さん。もう、何原さん、やめろ、お前。名前いじっときますか、チャミスル。チャミスルなんで、チャミスルの方を。別に全然いいんだよ。別に仲悪いわけじゃないし。あ、大丈夫なんですね。そうだよ。あ、やばい。こっちは全貌知らないんで、ヒヤッとしました。全然いいんだよ。ただ一緒にテレビ出れなくなっちゃっただけだよ。やばいじゃん。一番つれ、やめよう、話題変えよう。最後、ハッピーボイスさん6100円、ハラ、やっぱトドロクさんに切れるときなんか気を使ってて面白くなくなってる。てめえふざけんなよお前。お前こっちにお前いけない分てめえらにぶつけるぞお前。なめてますかこいつら本当に、なんでいい人気取んだよ。ずっと気使っちゃえばいい人気取られたら好感度上げてんだよ。上げんなっつって。はい、じゃあ終わり、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル史上初の7000人、この6000人がね、連れてきてくれたっていう、7000人を約は。ずっとだって見ようと。ほんとありがとうございます。じゃあこれすぐ切ってな、この後ちゃんと、宇治原慎一としてお礼を言うから、この辺で。じゃあほんとに、とりあえず、とろきさん、ありがとうございました。以上、キレイなマシンでした。じゃあーじゃーん。今日も見てくれてありがとうな。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。適当に言ってやったわ。